皆さんご機嫌いかがでしょうか。どうもバズカです。さあ、今回はね、今度はね、最初さ車壊れるじゃん、で次にこれ冷蔵庫がぶっ壊れそうになるじゃん、で次効果試験にかかりました。わーってわけじゃないんだけども、さあ、この効果試験っていうやつはね、通常はねこれ足にできるんだけども、まあ俺の方にも足にできてます。今ねこの通り、今薬塗って、まあそれで包帯で巻いてますけども、またかかると思わなかったよ本当っていう、まあまたっつうのは、ちなみにこれでね3回目なんだよね実は、3回目またかかってます。本当かかると思わなかった。で、この放火試験なんだけども、まあ簡単に説明するとね、まずね、足に、まあ、傷口ができます。でその傷口から、まあ、細菌が入り出して、でそして、筋肉が炎症を起こします。まあ筋肉っていうか、まあ皮膚に炎症を起こすのかな。でそして赤く膨れ上がって、でそこから熱持って、でそして足を動かすと痛いってやつ、これがまあ放火試験の流れなんだけども、まあ本当にねこれ本当にこれどうにかしてくれよって話で、最初の1回目はね、なんだろうね、立ち上がりと、まあ、座るっていう動作がねできなかったんだよね本当。まあなんだろう、まあ皮膚もしくは筋肉、まあこれがね、立ち上がりの時にはまあなんだろう、皮膚がまあ縮むっていうのかな、なんだけども、でそして座る時はちょっと伸ばすっていう形となるみたいなんだけども、まあ一応想像だけどね。でそれでね、引っ張りや、まあ縮んだり引っ張りやってしてるわけだから、まあなんだろうね、筋肉とか皮膚とかやっぱり動くわけじゃん。それでね痛いんだよね本当。もうね、一度立つじゃん、座るのが恐怖なんだよね本当に。本当にね、足を伸ば、まあ立って座ろうとするじゃない。本当にね、足を伸ばしながら座るっちゅう動作をね起こしちゃうんだよね本当、痛いから。でそれでなおかつ、歩く時もね、歩けないってわけじゃないんだけども、やっぱり足を動かすわけだから、痛い。別に歩けなくはない、ただびっこ引いた歩き方になっちゃうって言ったのかな、痛いから。でなおかつ階段を降りる時、まあ階段を降りる時もね本当に痛いて、マジでね階段使わずにねエレベーターを使おうかなっていうぐらい本当に痛い。まあそんな感じです。でこの放火試験っていうのがね本当にこれ厄介っちゃ厄介だね。どうもねこれ放火試験ね、まあちょっと知ったかぶりしてるかもしれないけども、一度ねこれかかるじゃない、そして病院行かないとする、するとねそこからねなんか細菌が広まって、で最終的には壊死して、あれ足をちょんぱするらしい、しないといけないらしい、ほっとくと。だからまあかかったらまずはね病院行った方がいい。まあ一応行ったらで約4000円ぐらい取られるかもしれんけどな。まあそこはしょうがない、でも行かないよりかは行った方がいい本当に。ずっとね足痛いからマジで仕事とか、まあ歩く仕事、できないよ本当に。まあ会社の OL さんたちっていうか、まあ座る仕事だったら、まあ別に大丈夫っちゃ大丈夫かもしれんけど、まあ動くときは、まあなんていうの、車椅子じゃない、動く椅子って言った方がいいかな。あれでコロ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 動かせばいいだけの話だから。まあでも怒られるだろうね。まあでもそのぐらいやらないと
きつい本当に放火式炎ってやつで、放火式炎での、治療法ってことなんだけども、放火式炎にかかりました。で病院行きます。でも、最初の時は放火式炎っていうのはわからないわけだから、なんか足が痛くてなんか膨らんでるんですよみたいな、うん、で触るとね痛いし、なんかね熱いみたいなことを言えば、多分ね、病院の先生放火式炎っていうのは知ってるわけだから、足の方をね、まあ赤く膨らんでるところ、ガーゼにね、液体の薬、まあ消毒薬かどうかだと思うんだけども、それをね、膨らませてつけて、でそして油紙、うん、まあ液体だから、ガーゼに含んで皮膚にペタって貼ると、やっぱりねその隙間から液体がこぼれちゃうんだ、うん、でそのために、もし靴下入ってたんだら靴下が汚れちゃうし、で床とかカーペット、うん、そこにもねタラッタラッタラッタ、もう、うん、雫がこぼれちゃうから、それで油紙をちょっと使用するわけなんだけども、それをペタッて貼り付けて、でそれで包帯で巻くだけども、でその時に点滴します。だいたい約30分、俺の時は30分だった、うん、点滴して、でそれでちょっとは良くなる、うん、ちょっとはね、ただ足の痛みは引きません、その時は。でそれで一応とりあえず治療終了ということで、薬を渡され、でそして足のなんかむくみって言ったのかな、うん、赤い膨らんでるところ、まあそこの薬をね出させてもらって、まあガーゼとか、まあ自分ガーゼとか油紙は自分で買わないといけないんだけども、包帯はね今使ってるやつを使うってやつなんだ、うん、汚れてるけどでもまあね、包帯ぐらいだったらまあ薬局に売ってるから、まあそれを買えばいい。ただね、巻き方じゃないな、出来方によって結構ね包帯長いやつの方がいいと思う。でそれでぐるぐる巻きにしてみたいな、うん、それで一日過ごして、でそして風呂入るときに外してみたいな、それをね毎日繰り返します。で薬の方がね、1日につき3回、毎食後だね、うん、それで、薬飲んで、それで、1週間から、7日ぐらいかな、うん、いや一緒やん1週間から、まあ、10日ぐらいかな、うん、そのぐらいを目安で多分治していくと思う、うん、俺もねかかった時はね大体そのぐらいだったような気がするんだよな、多分。その時はね、足の痛みもどんどんね減っていくから、本当に最初のね痛み本当に辛いよ、本当に。まあ1週間から7日あ1週間から10日続ければ治るんだけども、それでやった治ったぜって言っても、実はねその1年後で発症したんだけども、必ずね発症しないってわけじゃないんだ実は。でも発症する確率が低いらしく、 20% から 50% ぐらいかなの確率でまた再発するらしい、うん、実はその 20% から 50% の間に俺が入ってるというわけで、うん、発症したんだけども、予防するためにはどうしたらいいかって言ったら、どうもね簡単に言うと足のケアをする、そしてちゃんと足を洗う、もし部屋が汚かったりとかしたら片付けるとか掃除したりするとかね、うん、そういうことをするということです。つまり俺が言ってんのは、俺の部屋は汚いっていうことです。うん、みんな気をつけようぜ。はい、いかがでしたでしょうか。さあ今回はね、放火試験ってことで、まあお送りいたしましたが、まあちょっとね簡単に一応説明いたしましたが、まあね難しいことになるとね、ネットを本当に見た方がいい、うん、感染症ではあるんだけども、うん、人にね移るってことはまずないので、まあこちらのはご安心ください。うん、でなおかつ大抵ね放火試験はね足にできるので、うん、ちゃんとね適切にね処置していれば治る病気なので、
でも硬化式にかかるっていうのはね、別にね、免疫力がなくなってからなのかな。うん、大体ね、なんか水足とか、あ、水虫だ、水虫とか、まあそういう人たちがなんか結構かかりやすいらしいんだけどね。うん、まああまり詳しいことは俺もよくわからん。でも俺の方は硬化試験になった時は確かにね、ちょっとね、足怪我してたっつうのもあるけどね、多分そこからもう細菌が入ってできちゃったんだろう程度にしか俺思ってない。うん、そう考えると軽いな俺軽いな。うん、まあでもまあそういうことなので、まあ今日はね、ここまでにしておきます。それではですね、今回もね、最後まで見ていただきありがとうございました。それではみんな、グッバイ。最後までのご視聴ありがとうございます。もしこの動画がよろしければ高評価、もしダメだったら低評価をよろしくお願いいたします。で、あともしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。